ばんは。明日はオンラインお花間違えた横浜で握手会があります。そうですね、服はもう決まってて、明日と明後日どっちが寒いかなって考えた時に明日の方が少し肌寒そう、まあ、肌寒くはないけど、そう比べると明日の方がちょっと温度が気温が低めだなって思ったので、ちょっとって感じです。こんばんは。ちょっと待ってね。明日は握手会横浜ですね。でもケータリングご飯なんか見たんですけど美味しそう、万歳。なので食べたいと思います。サイウンさん、アイラビュー、ありがとう。二度目まして、昨日釣られて明日おしまし行きます。嬉しい。また会えるの？ありがとう。5は毎日アイドル5周年と1日目なので、ちょっと今日この黄色いのがなくなるまで貼っとこうかなと思ってます。黄色い飾りふわふわがなくなるまで5を貼っておこうと思っています。明日明後日の配信なんですけど、明日明後日ちょっと夜終わるのが遅いじゃないですか。なので、あの午前中にメイク配信、午前中というかにメイク配信をして、それだけにしようかなと。で夜はちょっとお風呂入ったりとか、あと1日の振り覚えしたりとかでちょっと時間使おうかなと思ってるので、明日明後日は午前中目に配信を、メイク配信をしたいと思っています、はい、そう9時ぐらいまで握手あるよね確か。そんな遅くないっけ、ちょっとあんま覚えてない9時ぐらいまでありますよ。4578だったかな確か。なのでちょっとね、別に6部休みなくていいのに、うん、休憩みたいな、なんか多分ギュッてしたら2部ぐらいになりそうそう、でも元気に頑張りたいと思います。明日も、今日はちょっと眠たいですね。朝起きるの早かった、そんな早くないけど、まあ、割とスパッと起きた感じあるし、そうね、
すいません、今なんか頭しか映ってないっすよね。ごめんなさい。知ってます、知ってるんです。はい、すいません。横浜暑そう、暑いかな。どうですかね。でも夜は寒そう。頭皮が映ってた？やだ。恥ずかしいですね。この時期服迷うっていうか、なんか衣替えしたいんですけど、時間なさすぎてゴールデンウィーク明けないとできなさそうで、ちょっとしんどい。そう、うん、1日まではまあ普通に衣替えしてる時間あったら覚えたりしたいなって思うから、1日までは無理じゃん。で2日も別のお仕事があって、3日も波動があって、で4日もちょっととあるね、あのこの間言ってた嬉しいのがあって、5日はちょっと1日もしかしたら、今のところもしかしたらっていうのがあるので、でもゴールデンウィーク終わってからも明けてからもちょっと割となんか今なんかどんな感じなのか分かんないんだけど、まだスケジュールとか分かんないから気持ち忙しいのかなみたいな、ちょっと分かんない感じなので、ちょっともしかしたら橋本衣替えできないかもしれません、今年。はい、そうなったら一生冬服着続けたいと思います。よろしくお願いします。はい、森具さんハートありがとう。今日はちょっとだけメイクをあの手直しみたいなしてもらったんですけど、めっちゃハイライトとあのシェーディング、顔ちっちゃくするやつ入れてもらったら、なんかすごい顔テカテカ、今日ピカピカテカテカなの私今。でもすごい厚塗りされてるな感はすごくあったので、すごい顔はなんかカピカピなんですけど、でもすごい顔ハイライトでテカテカにしてもらいました。鼻とか作り物みたいじゃない？めちゃめちゃ作り物みたい鼻。眠たくて、今日はちょっとだいぶ、てかここ数日ちょっと、あ待って、私さインスタ上げようと思って今作って何したんだ、うん、ちょっとどうしようかな、配信終わってからかな、うん、迷う、今出すか、ちょっと待って、でも今あれしてるんですよ、配給回してるので、ちょっと今すぐには回せな、回す、ちょっと待って、今すぐには出せない、そして今ここで調べたいことは
一つ出てきました。配給はオートで回してます。もう最近は配給をオートで回すようになっちゃった。うん、なかなかね、今日もちょっと一日お仕事だったので、あんまりちゃんとできず、うん、オート機能、そうなの、強くなったらオート機能が、あ、オート機能っていうか連続で適当に試合してくれるので、それを使ってます。はい、最近痩せたので体脂肪率が14から17ぐらいになってきた。いいな、羨ましい。全然痩せないんだよね。なんかどんだけ食べなくてもずっと一緒。もうだから食べても一緒だし、食べなくても一緒だし。この間、かまちちゃん、かまちゆっきーなちゃんに会ったんですけど、そう、いろんな話聞いてたら、でも全然、そう、変わってないって言ってた。あれ、アイドル辞めてからも、別にめっちゃ急激に太ってもないし、急激に減る、痩せてもないから、みたいな。だから多分、その、もともと、こうめっちゃ過度なダイエットをアイドルの時にしてたらきっとリバウンドみたいな感じでブーンってなるんだと思うんだけど、多分私もともとその過度なダイエットもしてないし、めっちゃ動いてるわけでもないから、多分私もいつか辞めた後は絶対にそうはならない気がしました。そのなんかやっぱりさ、辞めたらさ太るって聞くじゃない、よく。でもユッキーナにそれを聞いてちょっと安心した。なんか、あ、別にやめても太らない人もいるんだと思って、そうだからちょっと安心しました。あ、やめても太らない人はこうやっているんだと思って、そしたらなんか気が楽になった。うん、安心。まつげ長、そう、そうなの。でも油断、そうなのよね、油断禁物、油断大敵って言いますからね。私も高校の時の部活を辞めた時に、別に私自身もともとそんなになんて言うんだろう、動いてもなかったし、まずその部活の中でもマネージャーっていう立ち位置だったから動く人間でもなかったじゃないですか。だからすごい油断してたんですよ、別に平気でしょみたいな。でもなんかもう過度のストレスで食べ過ぎて人生で一番体重が増えました、あの時。高3が一番デブでした私。はい、高校3年生が一番太ってました。しかもプラスでめっちゃそうストレスで食べるし、あとそう塾の前にも食べて、塾終わった後にも食べてみたいなっていう感じだったから。でも今よりプラ 2,3 です。 2ぐらい、プラ2ぐらい。そう、全然変わってないだから私本当に、うん、そうそうそう、減ったって言っても全然減ってない。いや本当にアイドルやってきて10年間で
何ができましたかって言われたら、多分何が自慢ですかって言われたら、マジで10年間体型変わってないですって言えると思います。うん、この話をするときに大体いつも例に出すのがチームエイトの青チェックの衣装、この間も10周年公演の時に着させていただいた青チェックの衣装なんですけど、あの衣装もみんな身長が伸びたりとか、まあ、あの女の子だからね、その時その時期よりやっぱ何年も前のあの時期2000それこそ2016年ぐらい、だから7年前の体型とはそりゃ変わるじゃないですかね、特に高校生とかさ減っちゃうとさ、そう高校生とかをね経験して今二十何歳の体型ってやっぱ絶対に変わるじゃん。でも私はあの衣装をいつまでたっても丈も伸ばさずに着れます、着れてます今でも、はいすごすぎ。あるので、そう、そうそうそう、だからいろんな面、他のメンバーの着ることとかもできるんですけど、私はもう私のやつのままを丈も何も伸ばさず、縦も横も伸ばさず着てます。弱すぎ。縦ぐらい伸ばしてほしかったな。ちょっと。そう。そう思いますね。さすがに多分一番最初の初期の頃に履いてた短パンとかはもう普通に骨的に入らないと思うんですよ骨盤とかがだと思うんですけど、そうあのショートパンツは無理よ、週一よそう、そっからはさすがにね、ちょっと身長も体型も変わったからさすがに無理だけど、でもほぼ、ほぼ変わらない、悲しさ、何も変わらない悲しさよね、こちらに関してはもはやもう。まあでもメイクさん、メイクさんじゃない、衣装さん的にはマジで感謝、感謝メンバーの一人なので、私そういう意味では本当に衣装の手直しって本当に大変らしいので、そういった面で考えると本当に私は衣装さんにとってとてもありがたいメンバーの一人そう、でもね、油断せず本当に気をつけて、これから先もちゃんと気をつけます。もしかしたら急に急になんかネジ外れるかもしんないし、それだけはちょっと気をつけてこれからも食べていこうと思います。食べていくんかい、はい、食べていこうと思いますけれども、うん、食べないと動けないんで、アイドルである前に一人の人間なので、健康体でなければ仕事もできないので、細いが正義とかじゃなくて普通に健康が正義なので、細くても不健康だったら正義ではないと思ってます、はい、健康だからこそ10年間アイドルできてるし、健康だからこそ毎日アイドル5年目5周年なので、本当に健康第一で、あーまたインスタ上げようと思ったのに忘れちゃった、健康第一で生きていこうと思います。ちょっと13試合分待ってて弱すぎ。
でも話したいんですよね、それ今あげるインスタについて。そう、ちょっと話したい。軽くになっちゃうかもしれないけど、うん、だから載せてから1試合何分、いやもう本当に時と場合による。体調不良で仕事に穴開けたくないので、私それだけは頑張ろうと思ってます。仕事と仕事がダブルブッキングみたいな感じでそこにね穴開けちゃうのはね、もうね本当にそれに関してはまあもう、まあ、私のせいではないが、しかしこうなんて言うんだろう、しょうがなくもないけど、私が分身できればみたいな感じではあるんですけど、まあ、そこはもうスケジュール問題みたいな感じなので、もう私じゃなくてマネージャーさんたち頑張ってっていう感じなんですけれども、まあでも健康に関しては自分がなんとかできる問題なのでっていう感じ。でも本当になんか体調管理してて偉いっていうのはありがたいんですけど、でも別に全くもって正直なんかこうしてこうしてこうするこうして私の健康は保っていますとかなくて、全く本当に寝る食べる終わり寝る食べる終わりなので、はい、過度なストレス溜め込まないとかじゃないです、全然ストレスなんて溜め込み放題、うん、でも楽しいっていうことを見つけるのはそれはあるかも、なんか生きている中で楽しい1ヶ月に1回ぐらい楽しいをそのできる環境、私は今は劇場が一番楽しいから、そう劇場に立てる喜びが一番大きいかな、それが今は楽しいって思ってます。うん、あと何かする、ストレスあったとしても何か別のことをしてる時ってすっごい考えることは多分ないと思うんですよ。じゃあカラオケ行った時にストレス発散って、なんでみんなカラオケ行くかって、多分カラオケで歌を歌うことに集中するからそのことを考えなくてよくなるじゃないですか。だからだとは思うわけじゃないけど、それも一つの理由ではあると思うんですよね。そうストレス発散で睡眠、私はもう寝ることがもうなんか大好きだからストレス発散みたいな感じではあるんですけど、それってもう寝てる間なんてその無意識に考えようとしないから一番大好きなんですよ。もう考えるより寝るみたいな。そうでそこにこう大きい声を出すとかあると思うけど、そう起きてたらね、起きてたりとか何かしてたら考えちゃいますからね、そりゃ、うん、だからこそ私がそうよくっていうか最近思うのは、謎解き脱出ゲームとかはマジで本当に、特に脱出ゲームに関してはもうその1時間以内にその部屋から出なきゃいけないっていうのがあるんですよ。でそれ以外のことを考えてるともうなんて言うんだろう、絶対に脱出クリアできないのよ。そうだからもう1時間は絶対にそのこと、その脱出、今は今日はもう今は脱出したいとか、その謎解きのことしか考えないんです本当に。だからすごい脱出ゲーム、謎解きゲームに関しては本当に私にとってはめちゃめちゃなストレス発散法で、本当に考える時間がない。この間もめっちゃストレス溜まってる時にそうストレス溜まってたから行ったわけじゃなくて、その元々サホさんたちとそうお約束してた直前ぐらいにめっちゃストレス溜まったんですよ。そうでもその脱出ゲームしてる間は本当になんか全てを忘れることができてて、すごく普通に脱出ゲーム自体を楽しんで、謎解き自体をすごく楽しんでいたので、その時間は、そうだから誘ってくださった佐穂さんにめっちゃ感謝だし、もともとその日そのレッスンあったんですけど、レッスンがなくなったのね、別日になったの。そうだからそれもめっちゃ感謝
本当に運命だなって思います。こんばんは、明日おしましになっちゃうんだけど会いに行ってもいいですか、待ってますお待ちしております、ぜひとも。やった、何喋りますか、考えといて考えといてね、優しくしてね、お豆腐メンタルなの大丈夫、私もそう、一緒に優しくし合いましょう。言ってね、配信で、昨日配信で行くって言いました、おしましで行くって言った、お豆腐メンタルというものですって言ってください、ぜひ。そしたら覚えてると思う、多分多分覚えてると思う、そしたらみんなどうしよう、普通にいつものピョン、いつものピョンズとか言って、普通にピョンズがなんか何食わぬ顔して、こんにちは、お豆腐メンタルというものですとか言ってきたら、マジぶん殴ろぶん殴ろ全員みんな同じ名前やないかいってぶん殴りますねはい。今日もすごい帰り道嫌なことがあったんですけど、なんか話してちょっとすっきり、すっきりっていうか大丈夫。豆腐メンタル大量発生やめてほしい、ピョンズ豆腐メンタル化やめてほしい、全力で。みんなが私を支えてお互い支え合って生きていこうなのに私のクソクソ弱々メンタルをみんな支え合って生きていこうなのに、みんなが豆腐メンタルになったらもう豆腐と豆腐なんだが、豆腐と豆腐ってでも支え合えるか、お、いいんじゃねいいんじゃね、逆に逆にね、でも豆腐って賞味期限切れた豆腐はマジで良くないらしいですよ、うん、そう、この間メイクさんに聞きました。ラーメンの写真で覚えてくれてると信じても、待って、ラーメンの話、何ラーメンの話したっけ、私今お便りのここ美味しいから行ってねって言ったつけ麺の話しか覚えてないや、なんだラーメンの話、なんか美味しいラーメンの写真見せてくれました、私に、なんだろう、そう、とりあえず豆腐はマジでダメなんだって、賞味期限過ぎたもの食べたらマジお腹壊すってこの間メイクさんに言われて、マジで気をつけますって言った。豆腐食べる機会なんてなかなかないけどね、自分で賞味期限切れた豆腐をね一人で食べる機会なんてなかなかないんですけど、うん、本気でやばいらしい豆腐、賞味期限切れたら、うん、みんなも気をつけてください、気をつけます。こんばんは、こんばんは、2人で来とるやん冷ややっこ食べたくなってきた、私冷ややっこもすごい苦手だったんですよね昔、てか卵豆腐が大好きです私は、はい、唐揚げ食べてます、持ってきてください、今すぐに、住所言いますね、地球日本ドンキホーテ8階出前、出前です、卵豆腐美味しい、大好き、東京都秋葉原ドンキホーテ8階、あ、でも明日は横浜だからパシフィコ横浜、私何レーンだっけ
なんか誰かと誰かの間、あやねちゃんとぎょうちゃんの間だっけ、とひゆかとゆいゆいの間ね。えゆいゆいの隣とかどうしたらいいの。こないだもなるちゃんの隣だったんですよね私。そうもうなんか気が遠くなりそうです本当に気が遠くなりそうです。うん、なんか魂吸い取られそう、うん、どうしよう。みんな待ってます。なんかここポコってなってる。あ、ピョンムービー撮ってないのに外しちゃった。まあいいか。めっちゃ楽しみ、嬉しい。何を？あ、明日？明日来る人。よかった、一人いた。あ、嬉しい。4人いた。5、6。行けたら行く。あ、ピョンズ号で行けたら行くは来るだから大丈夫。あ、意外といる。明後日行きます。あ、嬉しい。明後日待ってる。お話しよう、明後日。5月ね、誕生日かな？来てくれるの。次の日かな。明日行く。待ってます。隣のレーン行きます。あ、押し増しやってるんで、はい、あの多分明日明後日、明日明後日全8部全て押し増し使えると思うんでお待ちしております。久しぶりなので緊張。え、嬉しい、かわいい。マピョに会うのに緊張してんの？ありがとうやった。やった。緊張しないようになりたい。いや、緊張しててください、ずっと。なんか緊張しないようになって、なんか変に暴言吐かれんの、別にみんな暴言吐くと思ってないけど、変に暴言吐かれんの嫌なんで、そう、緊張したまま来てください。はい、待ってます。なんかこう緊張してる方が言葉選ぶじゃない、だから暴言吐く人いないですけど、いないけど、そう、それはみんな緊張してるからだと思うんで、みんなが暴言吐く人だとは思ってないけれども、でも豆腐なんで、メンタル激弱は豆腐なんで、はい、ほんと高野豆腐ぐらい硬くなりたいんですけどはい、あごかゆい。よし、ちょっと
シンデレラ金曜ロードショー今日は見てないです。そう、ちょ帰ってきたのがね、もう金曜ロードショーがね始まってて、え、どうしよう、まあいっか、ハルピョンがシンデレラ、ありがとう、ハルピョンがシンデレラです。ありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、集中中です。これいつもここハッシュタグの前空間なかったか、ねえちょっと待って。ちょっと待って、投稿するのにも緊張する。今日はシンデレラありがとう、待てない、待ってください。
インスタ、あの謎解きじゃないです、確かに謎解きのハッシュタグ忘れてた謎解きのハッシュタグ忘れてました、完全に。よし、いや、びっくりするかもしれない、先に言っとくと。みんなきっと、あ、なんか卒業とかじゃないです、全然。写真集出しますとかでもないです、全く。そうです、全然そういうのじゃない、アイドルとしてというかじゃなくてって感じですかね。まあでもちょっと待って、いや終わります、配信ちょっと待って、一回アーカイブにするね一回アーカイブにして配信終わってから投稿します。はい、なので終わってから見てくださいなんかちょっと分かんなくなっちゃったから。南部がおすすめ、あ、南部でもおしまし使えるんで南部でも大丈夫です、はい、お待ちしてます。でも多分4部とかの方がちょっと顔は明るいかもはい、4部とかの方が顔は明るいけど、多分8部とかになるともう、もうね、気力と勢いとノリとみたいな感じなので皆さん、でも私自身は夜型人間なので、そう、難しいですよね。まあ待ってます、ありがとう、来てくれるだけで嬉しいんで、やる気はずっとありますよ、大丈夫です。ということで、え、ちょっと待って、いや、乗っけようかな、だって明日昼になんかさ、そうだよね、アーカイブにしちゃったんだけど、そう、もう見た人たちもいるだろうし、あれ、私宇多田さんのさ投稿アーカイブにしてる、もしかして。宇多田さんとの、あ、全然違うわ、なんでアーカイブにいるんだろうこれ、まあいっか、なぜかアーカイブに宇多田さんとの投稿がありました。わかんないけど、そう、明日メイクしながら話すよりはいいかなと思って、ちょっとだけ今のせたのについて話すんですけど、はい、多分今もうインスタ見てる人はびっくりしたるかもしれないんですけれども、え、ま、投稿したの?みたいな感じの人も多分いると思うし、普通に親にも言ってなかったので、はい、ママもびっくりしちゃっているかもしれない、ごめんなさい、突然のご報告、なんかすごい卒業発表した人みたいになってる、違うんですけど、そうね、まあ内容、そうね、配信終わってからちゃんと読んでほしいなとは思うんですけど、先日1月1日に大きな
とても大きな地震が能登半島にあったじゃないですか。で私自身こう能登でイベントをさせていただいてたこともすごくたくさんあったし、北陸出身だしっていうこともあって、本当にずっとずっと何かしたいっていうのをすっごい思ってて、もう結構配信でもマジで何かしたくてみたいな、でスタッフさんにも言ったんですよっていうのを話したと思うんですけど、やっぱりこう大きな地震だったりとか、こう大きな AKB 自体が大きな団体だったりとかしてるからこそ、こうパッとできないこともあったりとかして、なかなかこう私自身が思ってる通りにいかないなというか、まあそりゃそうなんですけど、なんだか難しいんだろうなっていうのはすごく思ってて、なんかなんて言ったらいいんだろう。まあで私もでもめっちゃ考えて、でもやっぱこう1月からずっといろんなお仕事をたくさん重ねさせていただいてきてた分、なかなかずっとこうずっと考えるっていうこともできなかったんですけど、いろんな メディアだったりいろんなものを見て経由して、この間能登にちょっと災害支援ボランティアに行かせていただいてきました。もう本当に一人でガチで一人で行って、全然仕事とかじゃなくて行きたいって思った、何かしたいって思ったから行って、自分自身がちゃんと自分の目で今の能登の現状を見たりとかして、こうなんだなって思ったし、なんだろう、でもめっちゃ偉いって多分今配信コメントでもめっちゃ来てるんですけど、マジでそんな偉いわけじゃなくて、自分ができることをしたいって思ったからしたっていうのが一個ドンっていう感じなんですけど、みんなそれこそじゃあ趣味でご飯食べに行ったりとか、メンバーとご飯食べに行ったりとか、映画館行ったりとか、まあ、私もこの間映画行ったんですけど、趣味でいろんなところに行ったりとか、休日に自分の好きなことをやる、よくやるじゃないですかメンバーはみんな、だそれみたいな感じ、私は行きたいと思ったから行ったっていう感じなんですけど、だから別にすごいことでも何でもなくて、でもそこに行って感じたことはめちゃめちゃあって、行ってよかったなって本当に思います。行かなかったら分からなかったこともあるし、自分の目で見たからこそこうやって伝えられるし、なんだろう、本当にもう普通に瓦礫こうブロック壊したりとか、お家の中にある大事なものを取り出したりとかさせていただいてきて、本当になんかいろんな人の話を聞いたんですよ。それもいろんな方々がこうここはこうするんだよって教えてくださったりとか、こうなんでこの災害支援に携わろうと思ったかっていうのを、すごい本当に同年代のとかも若いもう19歳の女の子とかもいて、もう全然私なんかよりマジで大人で、本当にいろんなことをしてる人たちが集まっていろんな話を聞いて、なんか自分自身すごい広い世界にいると思ってたけど、まだまだ本当に世界って分かんないんだなって思ったし、そうなんだろう、本当に行ってよかった、やれてよかった、本当にって思いましたね。こんなにまだまだ やることっていっぱいあるなと思ったし、私自身
がすごく能登がすごい大好きだからこそ行こうって、多分なんかもうママとかには言わなかったのはもうなんか止められると思ったんですよ。だから言わなくて、そう正直絶対止められると思ったから言わなくて、これを見て多分ママも知ってびっくりみたいな感じだと思うんですけど、でもそうです。なので今 LINE を開くのがめちゃめちゃ怖いですが、はい、もちろんそのなんだろう、そう、それだけの覚悟はあります。めちゃめちゃ覚悟はあっていきました。やりたい、もどかしい気持ちみたいな、やりたいって思ってるのにやれない気持ちとか、なんかでもこれで怒るのも意味わかんないじゃないですかそう、それはめっちゃ多分言えると思うんですけど、これで怒られるのはよくわかんなくないですかみたいな、それは私は怒られたらそう言うんですけどママに怒られた、えみたいな、え何に怒られてるの私みたいな、そう、それで怒るのはちょっとよくわかんないんですが、でも本当になんか行かないと本当にもどかしくて、この3ヶ月なんか手につかなかったわけじゃないですよ、もちろん10周年公演だってすごく大切にしてたし、こう1月からコンサートだったりゆきりんさんの卒業公演だったり春コンだったり、すごい全部が全部大切だったからこそ、一個一個すごく大事だなって思ってるからこそ、のともすごく大好きだなって思ってるからこそ、もうずっと行きたくてっていうか、何かしたいけど何どうしたらいいんだろうみたいなっていう気持ちがこの間行ってちょっと晴れましたっていう感じなので、私自身はマジで行ってよかったと思ってますし、いろんな方の話だったり、そこのお家の方のお話だったりを聞いたりとかして、あ、なんか来てよかったなって思ったなって思います。でも私自身もこれをもともとこう言うかもめっちゃ迷ったんですけど、でもこういろんなお話をさせていただいてる時に発信できるのも私の強みというかじゃないですか。そう、もちろんこれをしたことによってああだこうだ言われるかもしれないんですけど、発信できるっていうのもなんか一個の自分にできることだし、そう、行く行かないとかじゃなくて行ったことを発信するのも私自身ができることだろうなって思うので、いや本当に復興自体マジで進んでなくて、なんか本当にその帰るってなった前日にやった仕事がすごく、やった活動がすごくこう住人の方のご家族の方からすごい、もう本当にその方からのコメントというか、コメントというか言葉というか、本当に感謝ありがとうございますって、本当になんか1月からすごいどうしたらいいか分からなくてみたいなっていうのをすごい泣きながらおっしゃられてたのを見て、あ、もう明日も活動したいって思うけど、私には仕事があるし仕事やらなきゃいけないしっていうのもあって、すごいもう葛藤しながら、そうって感じだったんですけど、でもその時に思ったのは、いやマジで今私ができる
なんて言ったらいいんだろう、今私ができるその仕事をしてできることは、そのじゃあ劇場が仕事だとしたら劇場ね来てくださってる250人だったり、オンデマンドで見てくださってる皆さん、 VR で見てくださってる皆さんに笑顔を届けることなんだと思って、なんかよりいろんなことによりすごい考えるようになって なりました、うん、ほんと人なんか成長したって言えるのか分かんないけど、でも人として自分はなんかもし成長できたんじゃないかなって思う。本当にマジでこんな期間しか行ってないけど、私めちゃめちゃ皆さんが優しくて本当にもう自分やっぱさ、私自身力もないからなんか何もできないだろうなって思ってたけど、同じぐらいの本当に背丈も同じぐらいで、もう年齢も本当一個上のお姉さんがもうめちゃめちゃ重いそうな道具を持ってたりとかしてるのを見て、でもこれは頑張んなきゃみたいな、いやもちろんその人にできるできないのキャパがあるけど、これはやんなきゃって思ったり気持ちになったし、自分にもできるってそこでより奮い立たせてもらったし、じゃあそうやって重いものを持てることだけが、重いものを持てなきゃできないのかっていうわけじゃなくて、じゃあその一緒に頑張ってくださって頑張られてるボランティアの皆さんのその拠点となってるところでご飯作ったりとかお風呂沸かしたりとかっていうのも本当にその能登のためにできることだし、だから私もご飯作りました。そこは言われることじゃないんですけど、そうお風呂沸かしたりとかして、お風呂沸かしたりって本当巻き風呂みたいな、初めて沸かした。そうもちろん自分の身を自分で守るっていうのは本当に一番大事にした上で言ってるし、ちゃんと格好も気をつけて言ってるので、そこに関してはマジでめちゃめちゃ調べて、私が言ったことによって足手まといになったら嫌じゃん。でも本当にいろんな方がおられて、そう人間力は上がったと感じたいし、これからの活動に生かしたいというか、なんか考え方がガラリと変わったわけじゃないけど、変わったって言えるぐらい本当に素敵なお話を聞かせていただいたり、素敵な言葉をかけてくださったりなんかしたなって思います。全然わかんないことだけだったけど、みんなが優しく教えてくださったから、行ってよかったなって思います。本当になんかこのもどかしいモヤモヤがちょっと晴れたって感じ。そうでもこれっきりで終わりっていうのは思ってなくて、私自身がこう発信することだったりとかで何かできることもあると思うし、離れているからこそできることとか、離れていてもできることをこれからも続けていきたいなっていうのは思ってて、そうなかなか大変なことではあると思うし、行って大変だなと思ったけど、それ以上にやりがいを感じました。とっても私は行ったことでその場にいて自分の目でその景色を見たりとか、活動を自分で経験させていただいたりして、めちゃめちゃやりがいを感じて行ってよかったなって思った。本当に
能登が大好きだなって改めて思ったし、ここがなくなってほしくないって、うん、感じましたね。そう、なんかずっともどかしかったんです。そう、とりあえずだから今福島がなんか何十パーセントなんかなくなるみたいな話を、そう、東日本大震災のあれでっていうニュースを今日見て、なんか能登もこうなるの嫌だなって思ったし、うん、10年後そう言われてるんだから、能登の10年後とかって考えた時なって思ったからこそ、いっぱいいっぱいできることをやりたい。もちろん自分のこの仕事を一番もちろん大事にはしつつね、その仕事に穴開けるとかしてそれは違うと思うんで、一番このお仕事を大切にしつつ、でもやりながらできることだったりとか絶対あると思って、これからもしていきたいし、発信したりとかやることできることを探していきたいなって思いましたっていうことでした。インスタになんかそれの詳しい、なんかどんな活動したよとかっていうのインスタに載ってるたりとかするので、まあ、あの写真もね貼らせていただいてはいるんですけど、あのもしかしたらまだ見るのが苦しいよっていう方もいらっしゃると思いますし、なので本当に無理して見てほしいっていうわけではないので、私はこういうことをしてきたよっていうのを乗っけたっていう感じなので、そんなすごい絶対に見てくださいってわけではないので、難しいですけどね、やっぱり。でもできることをやりたかったと言われても、うん、全然あげるつもりなかったけど、でも。いろんな話を聞いて発信することも大切っていうのを教えていただいてっていう感じですかね、はい、難しいんですけどめちゃめちゃ、うん、やっぱねむずいけど、一ボランティアとして行かせていただいて本当に行ってよかった、いい経験をしたって思います、うん、はい、思いました。これを明日の、いや今日中に出したかったんですよ、インスタ自体は。でもこれを明日メイクしながらこんな話をできないと思って、ちょっといやねそう、明日メイクしながらこんな話をしてたらそれはそれでもうより叩かれるので、はい、さすがに、うん、っていう気持ちでもう今日中にとりあえずインスタに出して配信して喋ってっていう、うん、言ってよかったって思った、めちゃめちゃ、うん、いい経験したなって思います、
行かなきゃわからないこともめっちゃあるし、自分の目で見るからこそわかることもあるし、けど発信できる立場にいる以上、発信できる立場にいるっていうか、まあ、みんな発信できるんですけど、その発信することが、発信力が少しでもある、もう本当にちょっとですよ、もう何百万人とかフォロワーがいるわけじゃないので、本当にちょっとですけど、少しでもあるのであれば発信してすることによって、一人でも多くの人が能登に関心を持ってもらいたいっていう気持ちで、うん、はい、今多分もう本当にニュースでやらないし、テレビとかでもやらないし、新聞とかでもほとんど何ヶ月とかは多分やられると思うんですけど、本当に全然やらないじゃないですか。だから忘れちゃっていくかもしれないんですけど、本当に忘れずに能登に関心を一人でも多くの人が持って、能登を好きになってくれる人が一人でも多いと私は嬉しいなって思うし、うん、全く落ち着いてないです、本当に全然。全く。そう。むずいよね。だから私もやっぱいろんなさ、ネットニュースとかを見てさ、なんか募金、最初は募金をしようと思ったんですけど、なんか義援金とか支援金とか、なんか基金とかあって。それがどう使われてるのかもわか、なんか募金したことでわからないし、それが本当にじゃあちゃんと能登の場所に送られてるのかっていうのが不安じゃないですか、普通に考えて。え、本当にちゃんと送られてるみたいな。そう、それがやっぱ不安だなって思ったから、そう、わかんないなって思ったから、信じてないわけじゃないんだけどね、でもやっぱわかんないからさ、やっぱそういうさ、募金を集める人たちにも人件費みたいなものはもしかしたらかかってるかもしれない、そこにお金を払われてたら怖いなとか、いろんなことを考えてしまって、そう、なんかいろいろ調べていくうちに、そうそうそう、インスタにちゃんと本当にこういうことしたよっていうのをインスタに書いたので、それを読んでほしいんですけど、インスタの最後の方には、今回その私がボランティアで参加させていただいた団体さんが、こうアマゾンの欲しいものリストをなんかその展開してくださってるみたいで、 それでこう支援できることもあるんだなっていうのも私もそこに行って知ったし、そうそうそう、なんかそれだったら本当にそこでボランティアされてる方々が使ったりとか、こういろいろ物資を届けたりとかする時に使うものとかっていうのもあるらしいので、私もそれ、なんかそれだったら離れててもできるなって思って、そう、行ってから分かったので、それは、欲しいものリストが開かないのは私だけ。あ、インスタって URL 開けなくって、そう、とりあえず載っけたって感じなんですけど、インスタって URL 開けないんですよ、実は。なので、それをコピーしてからじゃないと飛べなくて。そう。そうなんです。だから後から
ストーリーでも URL 載っけようとは思ってるんですけど、それでも飛べないですかね。それでも飛べなかったらちょっとどうしたらいいんだろうって感じなんですけど、どうだどうなんだ。そう、コピー、これコピーできないのかな。まずコピーはできます。コピーはできない、コピーもできない。待って、こういうのってどうしたらいいんだろう。コピーはできます。コピーはできてくれると嬉しいな。ちょっとって感じです。すいません、ちょっとむずい。うちもこれコメントに押したらいけんのかな。あ、ブラウザ画面をキャプチャー、めんどくさいことさせようとしてんだうち、ごめんそれはほんとごめんだわ。これでもいけないのかな。あ、いけないんだ。いけなさそうです。すいません、消します。むずインスタムズストーリーで投稿するんで。タグ付けしたらいいのか。編集、ストーリーには後で載っけようと思ってるんですけど、タグ付けでこの今回お世話になった場所の タグをつけたら多分そこから飛べると思うんで、すいません、めっちゃめんどいかもしれないんですけど、まあ後でストーリーに載っけます。とりあえずこんな遅いんですけど夜。インスタ、まあ写真がツイッターだと4枚しか載せられないじゃないですか。でも本当にいろんな現状を見てほしいなって思ったし、そう、あと写真だと4つ一気にドンって出てくるじゃん。やっぱびっくりするよね、いきなり急にね、そのね写真が出てくるとやっぱ心がびっくりしちゃう方もいらっしゃると思うし、この能登の方だけじゃなくて東日本大震災の方でところで被害に遭われた方々だったりとか、熊本のね地震で被害に遭われた方々だったりとか、びっくりしちゃうから。そう、あのインスタの1枚目はまあ時計だからそんなまあわかるけどみたいな、でもそんな1枚目で一気にびっくりみたいな気持ちにはならないから、まあインスタのあれでシェアしてツイッターに載っけるっていうのはあるとは思うけど、そう、でも一気にツイッターに写真4枚ドンって載っけるよりはいいかなって思って。けどやっぱ
現状を見てもらわないと、私の言葉だけじゃ、あとインスツイッターだと140文字しか載らないから、そう、私の言葉が何も伝わらないと思って、そう、ちょっとびっくりした人も多いと思いますが、私的には本当に、まあ、何をどんだけ何を言われても私は言ってよかったと思ってるし、いやそれでああだこうだ言われたとてはあみたいな気持ちだなってなるだけなので、正直、はい、なんかそれぐらい今回のこれに関してはマジで言ったことで得たものの方が大きかった、めっちゃいろんな話聞きました、いろんな方のお話を聞いて、東日本だったりとか、それこそ本当に災害が発生して、能登の地震が発生して、もうすぐに能登に入られた団体さんなんですよ、今回お手、なんていうの、こうお手伝いいただいた、お手伝いいただいた、こうなんていうの、私がボランティアしたいって思った連絡したところが、そうそうそう、だからそう、一人でも多くの方が私の投稿とか私のこれを見てノートに関心を持ってくださったらなと思ってます、で私めちゃめちゃそう7年前にノートに7年前8年前にノートに行ってたりとかもしてたので、大好きな場所だなって思いながら活動させていただきました。もしかしたらね、そこで関わってた方々もいるかもしれないんですけど、もう本当に何のせ、8年前なの、7年前なので、ん？何年前？2024年でしょ今。2016年に行ってたから8年前なので、全然もうペーペー子供みたいな、まだ初めて、私もアイドル始めて2年目だったので、全然覚えてない。その時のそのもう必死だった、とにかくオムライス作りとかだったらオムライス作ることに必死だったりとかそうしてたので、なかなかこう でも本当になんか毎週本当にほぼ毎週なんか高校生だったんですけど、当時高校金曜日高校行って、で土曜日握手会して幕張とか横浜で、で日曜日能登でイベントみたいな、そういうの、そういう日とかもあったりしてめちゃめちゃ忙しかったの覚えてますね。でもそれでもやっぱりみんなが優しくて、能登の皆さん、まあ、もちろん能登だけじゃなくて本当にこう地方でイベントさせていただくたびに思うんですけど、この間の福井もそうだけど本当にみんな優しいんですよね。そうだから、なんか本当にたくさんの優しさをいただいたので、当時少しでも私が返せることが大きいかは分からないけど、ちっちゃいかもしれないけど、でも手のひらが語ることのね、歌詞にもあるとおり、一人きりじゃわずかな手応えでも、一人きりじゃわずかな手応えでも、その手のひらがいくつもあればいつか山はできる、なので、はい、そうね、なんか表情良くなりましたわかんないけど、でもやっぱ言ってよかったっていうのはすごい思う、何回も言うけど、
大きな経験をしたって感じ。しかも本当になんか初めてなんですよっていう話をめちゃめちゃしたんですけど、みんな初めてだからみたいな、みんな最初は初めてだからっていうのを言われて、あマジでめっちゃ心強いなと思って、ね、本当になんか3日前とかに初めて能登に来られたその災害ボランティアの一個上のお姉さんがめちゃめちゃ私にいろんなことを教えてくださって、そうめちゃめちゃ心強くて、でも3日前に初めてなんですよその方もみたいな、本当になんか全然こうなんて言うんだろう、1日とかでめちゃめちゃ私もで、その私が行った次の日にその19歳の女の子が入って、そのもう本当来られて、全員ボランティアさんですって。私もだからそこでその前日に私はお風呂の炊く方法、薪を割り方とかを教わったから、もうそれを私はじゃあ次その子に教えるっていう、もう本当になんかそうやってこう受け継がれていくじゃないけど、そうやってみんなで教えて、みんなでのとを支えていくっていうのがすごくなんかあいいなと思ったし、うん、やっぱだしなんか北陸ってあったかいですよね本当に、うん、そう思った。やっぱそのそれこそいろんなところから来られてる、京都の方もいらっしゃれば、全然北海道から来ましたとかっていう方もいらっしゃれば、埼玉ですとか、もう本当にいろんな方がいらっしゃったんですよ。もうなんなら富山とかも少なみたいな、いないいなかった、まあ、過去には多分いらっしゃったと思うんですけど、全然もう本当にいろんなところからいらっしゃってたので、もうなんか北陸その能登のお話がなんちょかなんとかしたからさみたいな、わかんないんですよ皆さんそうでも私はすごいもうなんかめちゃめちゃ方言わかる人みたいななってましたそう、そうそうそう、うん、通訳までいけるかわかんないけど、通訳さん気持ち、そうめっちゃわかるんだめっちゃおばあちゃんと喋ってたそう、それもあってすごいなんかあったかいなってより思いましたね、うん、そう沖縄の方とかもいらっしゃって、私は今はもうアイドルを一番やりたいっていうのはあるから、めちゃめちゃあれだけど、そこでできるお仕事の方、なんかリモートでできるお仕事の方とかは、まあ、長期でずっといらっしゃったりとか、一番最初に話しかけてくださった結構お姉さん、30代ぐらいの女性のお姉さんは石川に住んでるから土日だけ来てますと、お休みの時だけ来てますとか、そう石川金沢に住んでるから、金沢だったかなちょっと忘れちゃったけど、石川の別の市能登じゃないところに住んでるから土日だけ来てるんだとかっていう話を聞いてて、でも私は今は一番この AKB アイドルっていうのを大切にしてるし、それが大好きだからこそ、しかもこの多分アイドルやってなかったら、まあ、もちろん能登への関心はあったかもしれないけど、こんなに能登のことを好きになってたかはわからないじゃないですか。そうだから AKB でいたからこそ、こうもしかしたらこうやってこんなにも能登に関心を向けれたのかもしれないし、うん、AKB でいたからこそもしかしたら今回行ってたかもしれないっていうのもあるし、だから全然なんか一番、私の一番はもちろん AKB ではありますよ。そうでも
やっぱそこも大切にしていきたいなって思いました。そうなの、なんか皆さんこう お疲れ様です明日から帰りますみたいな方が結構いらっしゃったんですけど、あのまたゴールデンウィークに行きますみたいな方も結構いらっしゃって、ボランティアでまたゴールデンウィークに来ます、ゴールデンウィークぐらいにまた来るんでみたいな皆さん言ってらっしゃって、ゴールデンウィーク仕事だなと思いながらゴールデンウィーク仕事頑張ろうって思いながら、私はお台場だったり秋葉原で人を笑顔にしようって思ってました、その時。うん、なかなかね、私も今は AKB が大事だし AKB が好きだから今の仕事が一番大事ではあるが、またもう一つ大事にしたい場所が増えたなっていう感じかな。うん、良かったです、ずっと言ってるけど、なんか多分何より本当にいろんなお話を聞けたのがすごく大きかったかな、私の中では。こんな、うん、いろんな話をいろんな方からいろんなお話を聞いて、こういうこともやったりとかみたいな、いろんな、そう、話聞いて、震災当時はこうだったとか1月はこうだったとかっていう話聞いて、そうだからちょっと申し訳なかったんだけど、昨日の MC で一番好きな日みたいな答えるときに1月1日って言われたときにちょっとうんってうなずけなかったのは本当にそれがちょっと大きいかなっていう、そう、すごいもどかしい気持ちになっちゃったっていう感じではある。そうなの、だからちょっとなんか微妙な顔してたかもしれない、私ちょっとあんま自覚ないんだけど、うん、もしかしたらちょっとオンデマに映ってたりとかしてた顔がもしかしたらなんか変な顔だったかもしれないんだけど、そうなんだよね。まあでもあの MC はね、私の中ではてか、どっかであの MC の中、あの MC っていうかあの公演の中でどっかで毎日アイドル5周年ですって言いたいなと思ってたから、私はあの MC は今日って言って正解だなと思いました。はい、4月25日好きですって、皆さんに会えたことですとか言ってマジアイドルしてましたね。はい、ありがとうございます、はい、今日は5周年じゃないですけど、まあ、5年目の5です。はい5年目の5です、よろしくお願いします。いつだって意味が今が一番的な意味だと最初思いました。あ、全然私そういうタイプで生きてない、はいでもそういう気持ちはあります。いつだって今が一番幸せ、一番大切にしよう、一番最高の時間にしようっていう気持ちはあります、もちろん。そう、それをさ毎日更新していけばさ、毎日がもう一日ずつどんどんもっと幸せになるじゃないですか。わかりますよね。昨日私はじゃあ昨日一日めっちゃ幸せだったなって思って生きるじゃん。じゃあ今日、いや昨日より幸せだったなって思って生きるじゃん。で明日、その前昨日より幸せだったなって毎日思えば毎日もっともっと幸せになるじゃないですか。そう、なんかそういう気持ちはありますよ。そうやって生きていきたいっていう気持ちはありますけど、でも全然そんな幸せじゃないですはい、そうです、全然幸せじゃない日だってあります。うん、でも明日はファンの皆さんとお話できるのできっと幸せを更新できるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします、はい、ということで、もう眠たい、今からお風呂入って寝なきゃなので終わります
すいません長々と。髪型かわいい、ありがとう。今日はとあるでした。またね、楽しみに、あれお知らせ楽しみにしててください。ちょっとここポコンってしてるのはちょっと無視してください。ちょっと多分もう疲れてポコンってしちゃっただけなんで、疲れてポコンどういうことって感じですけど、はい、それではランキングいきたい。でも本当にあの、ま、全然あのすいません戻るんですけど、その時も私なんか一番最初にこう連絡させていただいた時に、すいませんね戻って、一番最初に連絡させていただいた時になんか最後に質問ありますかって聞かれて、一番最初に聞いたのがあの配信できる場所ってありますかって配信できる場所とは聞いてないですけど、こうあのなんて言うんだろう、なんか15分だけ使える場所ってありますか毎日って聞いたんですよ。そう本当にだからあのなんて言うんですかね、私自身この今能登に行ったっていうことをすごくすごく私の中では行ってよかったな、大切にしたいなこれからもって思うことだけど、もうそこの中でも私はもうあの本当は5周年っていうのもあったし、なんかもう配信したいというか、仕事だから仕事したい、みんなと喋りたいっていう気持ちだったりとか、続けたいこれをっていう気持ちがあるので、本当にあのなんか行ったことによってこうハルピョンが離れていっちゃうんじゃないかとかっていうのは本当に思わなくて大丈夫です。はい、あのめっちゃこれからもアイドルで居続けるし、まあ、私が本当に今これをやるんだって決めるその時までは AKB で居続けたいなと思っているので、すいません噛みました、大事なところで。はい、そうです、めっちゃ聞きました。あの15分ちょっと場所くださいって言ってる立場がさ、ちょ15分場所ありますか本当やばいんですけど、でもあ全然ありますみたいな、もう全然あの本当になんか場所はあるんでみたいな、なんかめっちゃ整ってるとか場所そういう場所じゃないんですけど、全然ネット環境とかもあれですけど、いや私の全然携帯で大丈夫なんでみたいなそうそうそう、そうです、本当、いやでも全然全然いいですよみたいな、いやだから本当にそれこそそのリモートでお仕事されてる方とかもおられるからこそ、そう場所はすごくあのその団体さんがすごいされてて、すごくそのボランティアに来られる方々がちゃんと使いやすくとかっていうのをめっちゃ考えてらっしゃって、そうだからその団体さんがすごいんだよっていうのは本当にあるんですけど、そうなんかあのなんて言うんだろう、だからどこもそういう場所じゃなくて、もちろん全てがそうやって配信できる場所が整ってたりとか
ネットがつながったり、まずつながらないかもしれないじゃないですか、つながったりとかそういう場所だけじゃないっていうのは最初にこう教えていただきはしたんですけど、もちろんそうだから本当にその団体さんがそうやって長期でこう滞在される方とか、もっとな1ヶ月2ヶ月とか滞在されるこうお仕事をリモートでやられてる方々に向けてそうやって場所を作ってくださってるらしくって、その団体さんだったから私は参加できたっていうところはありますね、正直私の業種的に。そう、毎日配信したいっていう気持ちがあったし、そりゃ、そう。でも言ってらっしゃったのは、このなんかいろんな方の話を聞いてああって思ったのは、そのじゃあ京都から来た方とか埼玉から来た方とか、長野か、長野じゃない、名古屋から来た方とかもいらっしゃって、そのね、もうみんな同い年ぐらいの女の子たちなんですけど、その子たちと話してたのは、なんかもしも本当に地元とかで会った時に自分が一番に率先して動ける人になりたいっていうのをその子たちが言ってて、特に名古屋の子がこう東海地震がもしかしたらあるかもみたいな、結構ニュースになってるじゃないですか、そういう時に地元で一番に動ける人になりたいっていうのを言ってて、めっちゃかっこいいなと思って。そう、なんか今はこうボランティアとしてこう自分にできることを探してるってみたいな、自分が生まれ育ったところでもしも起こった時に率先して、なんか分からない状態じゃなくて率先して動ける人になりたいっていうのを言って、めっちゃかっけえなと思って、そうやって経験を積んでるみたいな、一個上のえみたいな、一個上に思えんぐらいめちゃめちゃ、そうめっちゃいろんなことを教えてくれました、そのお姉さんは。そうすごいなと思って、でも私は今それが、まあ、自分の地元じゃないけど本当に地元ぐらい近いところで起こってる場所なので、今できることをやりたいなってこれからも思ってます。なのでなんか皆さんにこれしてくださいあれしてくださいっていうのもなんか本当に難しいことだけど、こうもしもこう今心がね少しでも余裕あるなっていう方には、私のインスタを見てもらって今の能登の状況を知ってほしいなって思いますし、絶対にこうこれが起こったことが起こったことを忘れないで言ってほしいなって皆さんには思ってますし、いろいろね少しでも余裕があったりとかするのであれば、こうさっきも言ったけど団体さんの欲しいものリストに飛んでいただいたりとか、少しでもこう何かできることが絶対に私たちにはあると思うので、一緒に日本に生きてる人間だからこそ、今は私たちが北陸が助けてもらってるからこそ、私ももしまた何かそれこそ名古屋とかで会った時に助け合う心もめちゃ大事だなって思ったので、まあ私は伝えることをなら多分他の力持ちの皆様よりはできることなんじゃないかなと思ったので、私は伝えることをこれからも続けていきたいなって思いました。うん、どんなマッスルな人のでも、そう伝えることはもしかしたら私の方が伝えていくことが得意な方かもしれないじゃないですか。その人に合った得意なことを生かしてボランティアをこれからも継続的に続けていけたらなと。すいません、なんか長々と1時間も喋っちゃったんですけど、っていう気持ちですっていう感じだから、ちょっとねあんまりなんか
やっぱまあアイドルですから一つ一つの行動に対していろいろご意見があるのはもちろん承知の上で、でも私は行きたいと思って行かせていただいたので、胸を張って行ってよかったって思っています。これからも伝えること、離れていてもできることしたいと思ってますし、っていう気持ちです。とりあえずインスタ見てくださいっていう気持ちかな。心に余裕があるときに、心気持ちに余裕があるときに、そうインスタ見てください。うん、余裕がないときに見てむしゃくしゃするのもね良くないと思うんで、余裕があるときに見ていただけたらなと思います。ということでランキングを読みます。すいません、ランキング読みますって言ってから30分ぐらい経ちました、ごめんなさい。いきます。1位エンドレッドアットピョンズさん、2位 A ダッシュアットピョンズさん、3位テツヤアットハルピョン大大大好きさん、4位トラックエローアットゴリさん、5位ネバーストップアット推しに教わるまでアップティー知らなかったのにさん、6位サプライズレバーアットピョンズさん、7位ともゆきさん、8位トシさん、9位鉄道ナイトアットピョンズさん、10位長月さん、11位アシュラさん、12位バンボシさん、13位ジュウさん、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。来てくださって、配信見に来てくださって、またさっきも言ったんですけれども、あの午前中に配信を、めっちゃ可愛いんだけど何これ、すいません、カラコンウィンクの衣装生地ポーチ、可愛すぎない、すいませんビビった、やば、普通に可愛いんだけど、そう、しかもアウトドアさんのやつ、めっちゃよく知ってるブランド、ビビるビビる、めっちゃ可愛い、すいません、ちょっとツイッター開いちゃったすいません。ということで、皆さんあの見てきてくださってありがとうございました。明日は握手会があるので、握手会前に午前中ぐらいにメイク配信をしたいなと思っているので、あの起きれたらします、起きれなかったらまあすっぴんですね、握手会自体はい、頑張って起きたいと思います、よろしくお願いします。それでは明後日もそんな感じです、よろしくお願いします。ちょっと夜遅くまであれなので、握手会なので、はい、よろしくお願いします。まあ休憩の6部で寝たいと思います、眠かったら。ということで、それではありがとうございました、おやすみなさい、また明日握手会でお会いしましょう。それでは最後に空中レーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9863盛り上がりの皆さんにきっときた動画をお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではおやすみなさい、ありがとうございました。また明日ぴょんムービー撮ります。ちょっとここポンってしてるの気になる、ちょっとバツ丸くんでもつけてぴょんムービー撮ります
おやすみなさい。ありがとう、見に来てくれて。ちょっとあと2分あるけど切っちゃいます。おやすみ、ありがとう。